迷い子たちのならばい続きからやっていきますね。前回の続きでヒカルちゃんがとうとう昔の記憶を思い出しましたね。もう霊も見えるしね。うん。じゃあ、エイスさんとユリコさんとこう会いに行こうか。ゲンさん、転ばないようについてきてね。日和様が何か隠してるっぽいんだよな。なんか企んでそうだよね。それがどうなるかって感じだけども。何もなければいいんだが。はい、到着。お見事。ヒカルちゃんナビゲートまたのご利用お待ちしております。かわいすぎる。もうあの場所に戻ることはないがな。猫ちゃんついてこいよ。なんか寝てる寝てる。あれは確か、結構インパクトがある子だね。あ、逆立ちの子もしかして、外出てきたの？屋敷の連中もなかなかの個性派揃いだった。今更驚きはしないさ。そうなの？逆立ちくんなんでこんなとこいんの？この子、なんで逆立ちしてるの？話せば長い事情があるんだ。そっとしておけ。ふーん。ゲンさん話しかける。探偵さん、僕は、自分でお外出てみたよ。出れたんだね。そうか。お外、とっても気持ちいいね。お空の上も、もっと気持ちいいかな。ゆすり汚れた人形が座ってる。どうする？ヒカルにいろいろ招待してく？招待じゃねえ。紹介してく？幽霊さんたち。庭師の人。おや、君は、俺のことが見えるのかい？見えるようになっちゃったのです。あなたが噂の、ゲンさんのことが好きすぎる。あ、カメラマンの人か。うん、お客人のことが好きすぎる、カメラマンのヒロフミだよ。よろしくね。聞いてていい気分ではないな。まあ、カメラ追っかけてきちゃうからね。おや、お客人、これは意外だな。君の大切な人と話しても、怒らないんだね。妙な真似をしてみろよ。その時は。でもこれで俺は、君たち二人の写真に堂々と映り込めるようになったってことだね。最悪。俺のカメラ大切にしてくれて嬉しいよ。大切にしてくれ、強制的に大切にさせられてるからな。ねえ、私、この会話をどんな顔で聞いてたらいいの？面白いな、幽霊って。まあ、あのカメラマンはね、悪意があって映り込んでるわけじゃないからね。大好きだから映り込んでるだけだからね。うん。悪意のない心霊写真。どういうこと？自分で言っててわけがわからない。あ、ヒカルこれにつからなくてよかったな。これって、ホラー映画とかでよくありそうなやつだよね。残念ながら現実だな。オカルトな人たちって、あの手この手で怖がらせようとしてくるんだね。昨日この温泉に入りたいって言ってたっけ？って思ったら、なんだかゾッとしちゃうな。慣れるまで時間がかかるかもしれないが、どうか気をしっかり持ってくれ。うん、頑張る。なんかいいな。いろんなところにヒカルを紹介しに行くの面白いんだけど。だったらね、沙織様に会わせたかったよな、正直。まあ、ちょっと中入ってみるか。二見さんとかにも挨拶した方がいいんじゃね？特に変わってないか、あんまり。こっち来てたりはしないか。なんか普通にみんなのお部屋ぐるぐる回れる感じになってんじゃん。お前は確か沙織の宝物を隠した。謝る。なんだ、今度は逃げないのか？そうか、沙織に謝るつもりになったのか。だが部屋にいないから待っていると。そうか。ゲンさん、どうしたの？鷹が亡霊だと鷹をくくっていたのだが、反省したり成長するものなんだな。まるで人間のように。人間、だからね。優しい光。こっちは？またそんな調べられる部屋あるわけじゃないもんな。ヒカルの反応も見る。もしかしてこの子が噂の沙織ちゃんに恋してる男の子？あ、ねえねえ、私、君たちとお話できるようになったんだよ。沙織ちゃんのどこが好きなのか、お姉ちゃんに教えてよ。ヒカル、ほどほどにしてやれよ。思春期男の子かわいいやんけ。これもうそのまま、二人の部屋向かっちゃって、猫ちゃん。あれ、なんか、守ってくれてありがとう。これ変わんないな。二見さんに会いに行くか、とりあえず。なんかいるけど。蘇ったのかな？しのさんだったっけ？うん、怖い。近づくのはやめておこう。せやな。あ、話せる。おや、君との会話が許されるとは思っても見なかったよ。君は霊気にとても敏感だ。話すのは構わないが、気分はどうかね。最初は怖かったけど、今のところは平気です。二見先生ですよね。
私は、医者は何でも知っている。名乗る必要はないのだよ、ヒカルくん。君が私たちを感知することができるようになったということは、その分危険が増えるということだが、その心配はあまりいらないようだ。君の心は君が思っている以上に強い。君は今もこれから先も、戸上くんから守られるのだろうが、かえって戸上くんを守ってやるという心持ちでいた方が、君にとっていい影響があるかもしれないね。おお、なんかアドバイスが的確な気がする。そうなの？それが心を強くするということだ。誰かを守ろうとする強い思いが、人の心の支柱となるのだよ。まあ、それこそほんとゲンさんだよな。戸上くんもそうだっただろう。誰よりもそばにいた君にならわかるはずだ。それが結果的に君の身の安全につながることになる。これから先、数々の脅威が君の命を狙うだろう。だが、君が君という事故を確立している限り、滅多なことは起こらないと、私は進言するよ。つまり、私は私で、ちゃんと自分の身を守れるようになれるってこと？二見、それは、俺が今までヒカルに対して、過保護だったとでも言いたいのか？また一つ、心の闇が生まれたのであれば、いつでもカウンセリングをしてあげよう。ヒカル、さっさと行くぞ。俺はもう監禁されるのはごめんだ。そうだね。それじゃあ行こうか。また話しかける？こいつらに。会話できんの？あれ？君、僕たちが見えるようになったの？うん、そうみたい。あなたたちは、なんだろう。結構可愛いのはわかるんだけど、ゲンさんからあなたたちのお話は聞いてなかったかも。僕たち、二見先生の医療道具だよ。つくも神というよりは、妖精なのかな。僕たちがどの道具なのか当てることができるかな。もう覚えてない。僕のやめ、役目は心を切り開いて中を覗くことなんだ。悪いところを見つけて先生に伝えられるんだよ。メス。正解。簡単すぎたかな。そう、僕はね、元はメスなんだ。切り裂いて悪いものを出すのがお仕事だよ。そう言うとなんだか怖く感じちゃうかな。でも僕たちは悪いせいじゃないからね。みんなと会話できるな。まあ、ちょっとみんなに話しかけてるとな、なんか延々と続いちゃうからな。そろそろこの先進んでみようか。あ、もしかして篠さん？会話できる？あ、振り向いた。振り向かなかった。あ、待って、ツンデレ。ねえケンさん、もしかして篠さん泣いてたのかな。俺には見えなかったな。え、なになに？これから先エイスさんたちのお部屋に結婚指輪を届けに行くんだね。やり残したことないかな。なんかありそうだな、これ。かといって別にやれることないしな。これ多分きっとバッドエンド踏む流れだな。まあいいだろう。きっとヒントがあるはず。じゃあちょっと先進んでみようか。はい。はい。あらあら、そんなバラバラに歩いて大丈夫？扉揺れてね。あの扉大丈夫？あ、止まった。怖いな。光？良くない人もいるけど、いい人たちもいる。それって、幽霊と人間は同じってことなんだよね。きっと。どっちも同じ、心を持ってる。もしかしたら私たち、分かり合えるのかもしれないのかな。俺はそうは思わないがな。光にとって、良くない傾向だとしか思えない。妙な同情心を植え付けられる前に、さっさと行くぞ。うん、心配かけてごめんね、ゲンさん。無事成仏できるんかな。あー、なんかダメそう。終わりだ。もう終わったんだよ。誰の声？エイシ？すごいダメそうじゃん、この流れ。何何何？え？世界の終わりは同時に訪れた。エイシさん？どこここ？あ？夜分遅くに失礼いたします。どうか心を落ち着かせて、
奥様のお部屋へいらしてください。多分二見さんからの電話かな。エイスさんだけなんかちっちゃい顔アイコンないよね。ああ、やっぱそうだ。23時50分ご臨終です。とても静かで苦しみのない最後でした。私が子守歌を歌ってあげる。おやすみなさい、奥様。怖いな、この展開。君が涙を流すなんて思わなかったよ。愛していたのかね、奥様を。あ、しのさんか。置いていかれたら、もう憎めないじゃない。ね、泣いてもいいんだよ。ああ、ここ、そうだな、ゲンさんと来たもんな。結婚記念日を目前とした別れだった。俺の代わりにシノが泣き崩れていたことを思い出した。あの日から俺は絶望と向き合えず、過去にとらわれて、たった一人、取り残されている。一人きりではありませんよ。ゆりこさん？ああ、やっと会えたな。エイシさん、私はずっとここにいるのですよ。30年待ってやっと会えたんだな。あれ、もしかしてみんなもう解き放たれるんかな。解放される、あー、解放されるっぽい。やっと終わったんだな。でもこれカメラマンどうすんだろう。なんかあいつだけついてきそうだな、成仏しないで。あー、沙織様。探偵さん、うまくいったんだね。でも、私、まだ。なんかありそうだな。やっぱなんかありそうだな、この感じ。終わんなそうだな。私、ちゃんとわかるよ。お屋敷の人たちはみんな、行くべき場所に帰れたと思う。日和ちゃんの願いもきっと、エイスさんたちに届いたよね。これで、よかったんだよね。今回の事件は、解決だね、ゲンさん。ゲンスさん？え？ヒカル、俺にもう迷いはない。お、ライアルの。失礼いたします、トガミ様。気持ちの良い朝でございますね。こんなところまで追ってくるとはな。やはり俺たちを監視していたのだろう。それはお互い様でございましょう。要はなんだ、ロバート・ライアル。どうせろくな用事でもないんだろうが。手短に済ませますゆえご安心を。お静かにしていただければ時間は取らせません。まるでこれから俺を不始末するかのような口ぶりだな。いえ、滅相もございません。すべてはマスターの導きのままに。音楽堂にてマスターがお待ちです。招待状をお渡しするようにと仰せつかっております。挑戦状の間違いじゃないのか？最終決戦か。私といたしましては、少々不本意ではございますが、何分マスターは気まぐれなお方ですので、一目会いたいとのことでございます。それではどうぞこちらをお受け取りくださいませ。最後まで付き合ってくれるか？うん、もちろんだよ。ハティに会いに行こっか。怖いけど、あの子に会わないと前へ進めない気がするの。聞きたいことがたくさんあるし、お手紙ももらっちゃったしね。手紙だと？うん、実はもう丸めちゃったんだけど。私の真実ごと全部愛してるのはこの僕だよ、みたいな。私の真実とか気になるところはたくさんあったけど、ただのオカルトだと思ったから、ゲンさんには言わなかったの。ごめんね。いや、確かに気味が悪い手紙だが、
差出人に会えばわかることだな。行こう、決着をつけに。音楽台の鍵を手に入れた。大丈夫かこの感じ。一気に不穏になったんだけど。もうこの部屋入れないか。あ、こっち通れないか。こっちか。あ、鍵かかってるって。行けなくなってる。あ、猫ちゃんもいない。あ、みんないなくなってる。普通に出れるんだけど。これ外出たらどうなんの？あ、さすがに出れないっぽい。じゃあ行くか、音楽と。ハーティーライアルと決着をつけなければ。寂しいな、なんか。てか、日和様せっかく見つけたのになんか全然、特に会話もないよな。悲しいな、なんか。あれ？音楽堂ってここじゃないの？え？あれ、音楽堂ここだと思ってたんだけど。え？音楽堂ってどこにあんの？ここまで来て音楽堂の場所知らないんだけど、俺。二見さんも？あ、いなくなってる。え？マジでどこ？音楽堂の鍵。外か。外じゃね？なんか一箇所さ、庭の方になんか通れないような場所あったよな。こっちじゃね？これこれこれ、ここじゃね？猫ちゃんいるもん。いい子で待っていられるよな。猫、かわいすぎ。行くよ。音楽堂への鍵を使いますか？はい。鍵を解除した。どうなっちゃうのこれ。焼け跡がひどい。あ、そっか、ここが発火した場所だもんな。ここが、あ、そういうことだったんだな。なんで屋敷全然燃えてないのって思ったけど、そうだよ、燃えたのこっちだもんな。儀式が行われた音楽堂。ここでハティは恒例を行い、神代家とその招待客を生贄にした。だが、シノの策略で、日和ではなく、沙織が依代となったことで、ハティの目的は達成させ、されず、次に光が目をつけられることになった。あれ、そっか。あれ日和と光の関係って恒例でって思ったけど、そうだよな。実際恒例されたのって沙織だもんな。あれ、やっぱ光と日和の関係性分かんなくなってきたな。どういうこと？今気にしててもか。そして光である必要があったんだ。私と日和ちゃんが何かでつながっているから。ハティは私でもよかった。つまり私はあの子にとって日和ちゃんの代わりってこと？それはハティ本人にしかわからない。ハティが本当に会いたい人物が誰なのか。ヒカルにはそれを知る権利がある。ゲンさんだって知りたいはずだよ。興味はないと言ったら嘘になる。だが否定しておこう。少なくとも今は。再会を望めるような世界観を俺は知りたくないからな。死んだ人間と触れ合おうなんて本来おこがましい話だ。生きとし生ける者とメイドの住人たちは住処が違う。決して交わるべきではないんだ。だからこそ俺はハティを否定しなければならない。かっこいい。どんな手段を使ってでもだ。こんな話をしちゃうと、ゲンさんって毎日が冒険なんだね。私にもきっと冒険の日々が待ってる。その未来をつかむために俺はハティを探し続けていたんだ。私にとってもあの子が最後の鍵になると思う。私、立派な探偵になりたいから、真実からは逃げたくない。これ夫婦探偵生まれそうな流れやな。行こう、ゲンさん。次は私たちの番だよ。ああ、行こう。おじいちゃんの仇取らんとな。おじいちゃんであり、ゲンさんのお父さんの。次に会うときは最高の僕が君を迎えることを約束するよ。僕は必ず君を必要として、君はそれを受け入れることになる。君と僕は、ん？君と僕は運命だ。だから僕のこと忘れないで。運命のその日まで。いやー、もう止めてほしいな、ゲンさんには。ね、戸上くん、そっち？君が光のことを守ってよ。僕と戸上くんとの約束。利用されてないよな、ゲンさん。いるね。もうフードも取ってる。
時々の展開。大きくなったね、ヒカル。僕の理想の女性になった。なんかキモいこと言ってるぞ。本当だ、信じたくなかったけど、私、君に会ったことがある。本当に変わってないんだ。そんなことはないさ。僕は日々腕を磨いている。あの日の僕と今の僕は違う。次こそは失敗しないよ。この屋敷にいるのもその腕とやらを磨くためか。その通りだよ、戸上くん。君は本当に僕のことなら何でも知っているね。どういうこと？地下で俺は実験資料とやらを読んだ。遺骨を触媒にすることによって適合への期待値が高まるとあったな。目的は上白日和の遺骨だろ。日和の痕跡が蔵から消えた理由がそれだ。実に単純明快でくだらないな。そういえば書いてあったな、本に。うん、そうだね。彼女の遺骨はいただいたよ。僕はね、実験をするつもりだったんだ。適合している彼女の遺骨を使えば何か新しい発見があるかと思ったんだ。でもそれは僕の最終目的じゃない。僕は何でも言うことを聞くお人形を求めてるわけじゃないんだ。ヒカル、君を手に入れる日のために僕は自らを高め続けているんだよ。次に会う時は最高の僕で、僕でいたかったからね。でもまさに今ここで君たちと遭遇するなんてね。これは予想外だったよ。戸上くんが僕を嗅ぎ回ってることは知ってたけど、まさかここまで来てくれるなんてね。僕としてはもう少し時間が欲しかったのだけど、君に一目会いたくなったから、この巡り合いは当然の結果と言えるよね。ああ、俺もお前と会えるとは思っていなかった。必然か偶然か、それともこれも運命か、そんなことはどうでもいい。え、どっから持ってきてたん、そんな。ここで決着をつけよう、ハーティ。え、ピストル、ゲンさん、そんなものどこで。ロビン、下がって。おたわむれが過ぎませんか。いいんだよ、僕が彼をここに招待したんだ。何する気これ。もう報われてよ。ああ、招待状は確かに受け取った。その真意を聞かせてもらおうか。その拳銃はね、ここまで僕のことを思ってくれた戸上くんへのご褒美だよ。え、あげたんだ自分で。知っているよね、僕は確かに不老不死の怪物だけど、殺されれば死ぬかもしれないね。君の殺意が僕を終わらせられるのか興味がある。よく見て、僕の心臓はここだよ。普通の人間と同じ場所じゃ。噛んだ、大事なとこすげえ噛んだ。場所しゃって言った。いやでも確かになんかバッドエンドの時も同じセリフ言ってたね。その一発の弾丸で正確に撃ち抜けば、僕は人間のように死を迎える。戸上くん、君は僕を、僕の野望をこの場で打ち砕ける人間かな。いい覚悟だ、ハティ。待ってよ、落ち着いて。私たちまだ何も話してないよ。ねえ、どうして日和ちゃんだったの？どうして私だったの？ハティが本当に会いたい人って誰？理由を話せば、君は僕のものになってくれるのかな？それは無理だな。笑えない冗談はやめろ。僕はいつだって本気さ。君もそうだろ。目的のためには手段を選ばない。僕もね、諦めたくないんだ。すぐにでもヒカルを手に入れてしまいたい。手荒な真似だけど、ここで君を始末して連れ去ってしまってもいいんだ。それをしないのは、僕が君のことを見込んでいて、話を円満に進めたいからさ。なぜなら君はヒカルの優秀な護衛だ。殺したくはないんだ、なるべくね。僕が最高の僕にたどり着くその日まで、戸上くんにはヒカルを守ってもらわないと困るんだ。僕なりに認めているんだよ、君のことを。バカなことを。どうしてそこまで。それは僕がヒカルのことを愛しているからだよ。もうどういう関係なん、本当に。私の真実ごと全部愛しているのは。そう、ただ一人、この僕だけさ。いや、そんなことない、ゲンさんがいる。でも私は日和ちゃんの代わりなんでしょ。だからこそ君を大切に思っている。日和のような目には合わせないよ。君を失ったら僕はどうしようもない。また迷路に迷い込むことになるんだ。君は日和を失った僕がようやく見つけた光なんだよ。君たち
母様の生まれ変わりとの出会いはね。母様の生まれ変わりって言ってる。ってことはお母さんに会いたいってこと？僕は君を最後のよりしろにしたい。君を愛する理由はこれで十分かな。ヒカルの先にあるお母さん愛してるよね、これ。私とひよりちゃんがハティのお母さんの生まれ変わり？ライアル教会の創始者のことか？ライアル教会は僕が作り直したもので、母様はあまり関係ないんだけどね。母様は僕よりもずっと力の強い霊媒師でね。軍人の父と手を組んで高齢術を軍事利用していたんだ。そして用済みになった母様は処刑された。ええー。だから僕は母様の魂と適合する人間を探している。そして出会ったのが光る君だった。ただそれだけのことさ。そっか、なんとなくわかったよ。な、結構なんかスケールのでかい話になってきたね。もちろん納得したわけじゃないよ。よりしろになんてなりたくないし。ただやっぱりあなたは子供のまま大人になれない。このお屋敷やエイスさん、私やゲンさんみたいに過去に囚われたまま前に進めないってことなんだよね。ねえ、そんなにお母さんのことが好き？好き？僕が母様を？面白いね。でもそれは違うんだ。これはきっと怒りなんだよ。怒り？え？昔々あるところに命を失った一人の少年がいました。残された女は持ち前の神秘の力で少年の魂をいとも簡単に呼び戻しました。しかし召喚されたその少年は朽ちぬ肉体と永遠の命を得てしまった。あ、それが今のハティか。不老不死の怪物だったのです。果たしてそれは人間と呼べる存在なのでしょうか。ねえ、ヒカルはどう思う？僕は母様に降霊されて蘇った。この体は名前も知らない少年のものだよ。そうなの？僕は母様の手で不死という名の牢獄に閉じ込められてしまったんだ。それなのに母様は僕を捨てた。だから一言文句を言ってやりたいんだよ。多分そうだね。きっとそういうことさ。ハティも大概エゴイストだな。もう自分勝手すぎる。でもちょっと嫌いじゃない。僕は母様を恋しがるような年じゃないからね。文句を言いたいだけ？そんなことで？そんなこと？ヒカルは優しいんだね。戸上くんなら理解できるんじゃないかな。君も母親に捨てられたんだ。憎しみ、悲しみを超えた制御することのできない怒り。君には覚えがあるはずだよ。お前と一緒にするな。ヘドが出る。強がりなところは相変わらずだね。君はヒカルの身の安全のために動いているそうだけど、実はそうじゃない。君は君自身のために、孤独に染まった心を慰めるためだけに、ヒカルに理想を押し付けていたのさ。だから君は僕の邪魔をするんだよ。おお、言いたいことはそれだけか？ケンさん？ヒカル、こっちに来るんだ。わかりやすいね、戸上くんは。でもヒカル、ちょっとそっち寄りすぎじゃない？なんか絶対なんかしらありそうだけど。お前のありがたいお言葉とやらをこれ以上聞くつもりはない。俺が自分のことしか考えていない。ヒカルに理想を押し付けている？それに値する答えを俺は知らない。ああ、知りたくもないさ。少なくとも俺の理想とやらはヒカルを殺しなどはしない。ヒカルには明るい未来が待っている。お前の入る隙間はどこにもない。ケンさん、ダメ！お前が邪魔だ、ハティ・ライアル。あ、撃っちゃった。なんか俺ダメかも。やめて、ケンさん。え、なんで？ダメでしょ。あ、かばった。え？ヒカル、怪我はない？うん。ハティがかばわなきゃ今ヒカル撃ってたしな。そう。なら、いいんだ。お遊びが過ぎますよ、マスター。まさか選択肢来ると思わなくて普通に押しちゃった。この場はお開きといたしましょう。それではヒカル様、またの機会に。
待って。なになにこれ、私のこと見逃すの？不本意ではございますが、本日が運命の日ではなかっただけのこと。それに戸上様の殺意がこの程度であるのならば、いくらでも奪う機会はございますので。とんでもないこと言い出した。誘拐宣言してたけど。それでは失礼いたします。次はございませんよ、戸上様。ゲンさん、大丈夫？あの人たち帰っちゃったよ。だから今はもう安全。ゲンさん、何も言ってくれない。そうだよね、いくらなんでも人のこと撃っちゃったんだし、通報とかされちゃったりしてゲンさんが捕まったり。違うんじゃない、ヒカルを撃ちそうだった自分を恐れてんじゃない？ダメ、私も混乱してる。ゲンさんはもっと大変なんだ。何か言わないと。ゲンさん、とりあえず落ち着いて。あの人たちもやましいことしてるし、ゲンさんが撃ったのは私のためで、他に方法がなかったんだから。人を撃っちゃってショックだよね。でも一回深呼吸して。ヒカル、ゲンさん怪我はないか？うん、私はどこも怪我してないよ。そうか。だが俺はヒカルに銃口を向けてしまった。え？あの瞬間、俺の手がヒカルを傷つけようとしたんだ。俺は、ケンさん？あ、そういうことなんだ。今、初めて私は、ケンさんの歪みを知った気がする。もう、いいよ。大丈夫。楽になろうよ、ケンさん。ここから逃げよう。でも私はそんなゲンさんを。愛しいと思ってしまうんだ。あの人たちが追って来られない場所、私たちのこと誰も知らない場所、誰にも見つからないところまで二人で逃げようよ。今度は私がゲンさんを守ってあげる。何このメンヘラエンドみたいな。ずっと一緒にいようね。いや、メンヘラエンドこれ絶対。戸上くんが逃げた？不死じゃん、しかも。不老不死？探偵事務所はもぬけの殻でございます。本当に誘拐しに来てる。ヒカル様もどうやら投稿されていないご様子。逃げたと考えるのが妥当でございましょう。そう、残念だよ。僕は彼を買いかぶっていたのかもしれない。戸上くんは命を投げ捨ててでも僕を追ってくると思っていたんだけどな。マスターは戸上様にもご就寝なのですね。僕は個人的に戸上くんのことを気に入っていたのだけどね。実はロビンの新しい体として戸上くんの身柄を確保したかったんだ。なんてこった。ロビンの今の体もう古いでしょ。だから戸上くんがいいなと思っていた。戸上様と私は無関係でございましょう。適合の保証は万に一つもございませんが、血縁者でもましてや転生者でもない。理論上はうまくいかないかもしれない。でも、利害の一致という言葉があってね。戸上くんが僕に固執し続ける限り、もしかしたら、なんてこともあるかもしれないと考えていたんだ。彼と、あなた様のように。まだ、確信を得られる段階じゃない。なんかまだまだ結構、掘り下げられた話あるな。僕は、僕自身のことは知らないんだ。彼とは一度も、話したことがないからね。言葉を交わす日が来るとしたら、僕が終わるその瞬間かもしれない。なんて、ね。そんな根拠のない話より、地道な研究を続ける道を僕は選んだんだ。だからこそ、仮説と考察を組み上げて、僕は新しい試みを繰り返しているのさ。この奇妙な関係を解明するためにもね。つまりマスターは、私の肉体で実験をしようとお考えに。そういうことさ。人は悪うございますね。僕は霊媒師である前に研究者だからね。高齢術は未知の世界だ。未だ解明されていない謎もあれば進化の余地もある。僕が最高の僕になるために使えるものは使わせてもらうよ。だからね、戸上くんのことは
本当に残念に思っている。彼が僕から逃げるのであれば、僕にとって彼はもう必要ない。ロビーの新しい体にはなれないもんな。利害の一致がなくなるから。次こそは容赦しないよ。戸上くん、光、今は束の間の平穏を楽しめばいい。でも僕から逃げられるなんて思わないことだね。エンディング2、二人きりの未来。なんか光るメンヘラエンドだったな。もうちょっと怖かったわ。じゃあちょっと釘でもいいし、一旦ここまでにしましょうかね。じゃあ次回今度歌ないエンディング見てみましょうか。そこで分岐するのかな、どうなんでしょうか。まあ、ちょっと確認していきますね。うん、なんか迷う子たちのララバイ、どんどん話が壮大になっていく。うん、気になりますね。目が離せません。はい。それではシアンでした。またね。